はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。今回はこちらの箱を開けていきたいと思います。軽いっす。久々にあいつを買いました。はい、ということで今回はですね、上新で買ったものを紹介していきます。12月1日ですね。買ったのは12月1日に送られてきたものです。だいぶ前から予約しておりました。そういったものが届いたので、開封していきます。箱自体はでかいんですけど、すんげー軽いっす。すんごい軽いです。すごい軽い。うん。いい例えがない。いい例えがなかった。今回買ったのはですね、アミーボです。久々に買いました、これを。久々っつっても、ウルフリンクさんのアミーボをね、今年の3月、トワイライトプリンセス HD のタイミングで買いました。発売のタイミングで買って、で、それから、まあ、6月頃ですね、6月の終わり頃、ショベルナイトのアミーボも持ってますけど、まあ、それ以外にも、スターフォックスメンバーのね、フォックスとファルコの、アミーボも持ってますけど、今年発売のもので、今年買ったやつはこういう感じになってるんですけど、ここに来てアミーボ4体買いました。衝動買いですね、衝動買い。というのも、この中に入ってるのは全部、ゼルダの伝説シリーズのやつです。だからこのウルフリンクみたいなもんですね。ウルフリンクみたいにゼルダの伝説シリーズの何かのアミーゴが4体入ってるということです。そういった状況になっております。で、実はゼルダの伝説シリーズのアミーゴ4体発売されたんですけど、なんでかっていうと、ゼルダの伝説がちょうど今30周年なんですね。30周年入りました。このシリーズが、ゼルダの伝説シリーズが30周年ということで、まあ記念すべき年ではあるんですよね。まあそのタイミングでおそらく任天堂としては最新作を出したかったんでしょうけれどもね、まあ開発の遅れ等々ありまして、発売予定がまだ発表されていないんですけれども、このゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。これにね、合わせて出したかったんじゃないかなっていう、そういうのがちょっと垣間見えるような30周年記念のアミーボが入っております。でちょうどゼルダの伝説30周年なんですけど、ゲームこそは出てなくても、その他の関連商品は出てました。ついでなんで紹介します。まず一つ目がこちらですね。ゼルダの伝説、ゲーム音楽集っていうやつです。これが30周年記念版ということで、ゼルダの伝説の音楽ゲーム集、ゲームの音楽を、2枚組、CD2 枚に収録した全93曲収録って書いてますね。収録された、ゲーム音楽集でございます。でこれは初回限定仕様で、まあ、特製ボックス、こういうボックスになってて、でしかもこれ Amazon の特典がついてるやつですね。ちょっと開けてみますと、こういう開くタイプ。パラパパラパパーンつって開きたくなるっていう。で、初回限定でこういうなんかこの、なんすかこの、ポストカードじゃないけど、このジャケット ?CD ジャケット。過去のシリーズ作品にできるっていうやつですね。CD ジャケット。トライフォース30紙。これ最新作ですね。ゼルダの伝説、トライフォース30紙。さらにゼルダの伝説、スカイボードソード。ゼルダの伝説、無限の砂時計ですね。ゼルダの伝説4つの剣プラス、不思議の木の実、時空の書、ムジュラの仮面ですね。そして夢を見る島、レジェンドオブゼルダ2リンクの冒険。そして裏面に入っていくとゼルダの伝説ですね。これがシリーズ最初、これから発売して30周年です。ゼルダの伝説神々のトライフォース。さらにゼルダの伝説時のオカリナ、ゼルダの伝説、不思議の木の実、大地の書。ごめんなさい。さらに、ゼルダの伝説、風のタクト。ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス。そして、ゼルダの伝説、大地の汽笛。これも DS ソフトですね。ゼルダの伝説、神々のトライフォース2、3DS で出た。という感じの、この過去のソフトのパッケージを、そのまま CD のジャケットにこういう感じで、差し込めるよっていう、こういうカードがついてきます。このディスク2枚組で、過去に入っている曲、このシリーズのこの曲が入っているよっていうのが書いてありますね。
うん、本当にだからもう最初の作品から最新作まで、トラボス三重士までの曲が収録されているということですね。まあ各タイトルの、入ってる曲のタイトルが書いてある。はい。みんなに内緒だよって書いてますね。ここね。ディスク2枚組になってる。この下やったか。あ、この下でした。この下に俺は封印したんだ。パラパパラパパーンです、本当に。そして、これを見つけ出して、ステーカーということですね。IC ステッカーになっております。うん。まあ、この、なんすか、今日、この柄の IC カードステッカーですね。そしてもう一個、すっげえ重いのがあるんですけど、30周年おめえなーって、すごい重いね、ものがあります。それがこちらでございます。はい、来た。重い。映らないもんね。ちょっと一旦この箱をどけて、映らないぐらいでかいんですけど、これですね。はい、これがゼルダの伝説30周年記念書籍というやつです。第1週。この一応この、なんですか、この、シリーズ何冊か出るらしいですけど、とりあえず第1週しか今現時点では出てないんですけど、30周年記念の書籍第1週ということで、レジェンドオブゼルダハイラルグラフィックス、いわゆる画集ですね。ゼルダの伝説でとしては初めての画集ということで、発売されました。これが任天堂ドリーム編集部が作っておりますね。画集ということでね、結構中身は分厚いです。画集なんであんま中身を見せられないですけど、まあとりあえずパッケージ画像とかもね、これ全部載ってんの。で、こういうドット絵みたいなのね、ピクセルアート。これもパッケージ絵。しかもこのパッケージギャラリーはですね、この日本版のみならず、海外版まで載ってるっていうね。海外版のパッケージこうなんなんだっていう、そういう驚きがあります。うん。だから日本版と同じパッケージのやつなんか、トライフォース三重士とか、スカイボードソードぐらいですよね。あと全部パッケージ違うっていう。すごいなって思って。そんな海外とこんな違うんだっていうね。まあやっぱ日本的な絵なんですよね。このキャラクターのパッケージ絵っていうのはね。はい。まあいろんな絵が載っている、すごい充実した画集でございます。ほんと30周年全作品のね、絵が入っておりますので。興味がありましたら買ってみてください。高いっす。高いっすし、重いけどね。すっげえ重いっす。5キロぐらいあるんじゃないかっていうぐらい重い。ね、すごい高いっす。しかもこれ、あれです。ブレスオブザワイルドの、絵も入ってます。まあ、ページ数は少ないですけど。ブレスオブザワイルドのコンセプト画も入ってます。それぐらい、30周年。すっげえボリューミー。画集になってます。今回は任天堂から発売されましたアミーボを開封していきましょう。早速開けておきます。すごい敷き詰められていく。すごい敷き詰め方がうまい。うまいよね。だからもう梱包これだけでいいもんね。あの衝撃吸収の梱包がこれだけでいいもん。すごいもう洗練されたこの4つのこれ用に作ったんじゃないかっていうぐらい綺麗に収まった箱です。はい、ということでとりあえず30周年記念のこのゼルダ伝説シリーズアミーボ4体並べてみました。こういう感じになっております。このアミーボ今のところ使えるゲームがですね、まあ、裏に書いてますけれども主な対応ソフト、まあ、もちろんこれ以外にも対応してるソフトはいっぱいあるんでしょうけれども、とりあえず対応ソフトこういう感じになっております。ゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD と大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンドー 3DS 4 Wii U こちら両方に対応。さらにゼルダの伝説ちゃうゼルダ無双ハイラルウォーサーこれは 3DS のソフトですね。これらのソフトに対応してはいるんですけれども、この下に結構小さく書いてますけれども、2017年発売予定のゼルダの伝説ブレスオブザワイルドにも対応ということで、最新作にもこれ対応します。よかった、30周年で。よし、ということでね、最新作にも対応します。で、まだ内容がそんなに発表されていないんですけども、最新作は Wii U と Nintendo Switch、両方で発売される予定なんですがね、どうやらこれが
まあ、なんかアイテムがもらえたりするみたいなんですけど、これタッチをすれば、アミーボタッチすれば、運が良ければ、そのアミーボにちなんだ装備品が手に入るというのがポイントらしいです。そのリンクにあった装備品が手に入るらしいです。ブレス・オブ・ザ・ワイルドでは。で、それがまた運が良ければっていう念のその謎の前置詞がついてるっていう状況なんですが、まあ、とりあえず、最新作にも対応するということがね、発表されました。公式にね、公式に発表されました。なので、まあ、とりあえず持ってても損ではないのかなというところ。さらには、その任天堂スイッチにも、おそらくアミーボを接触させる何かがあるんじゃないかというのが推測できるようになりましたね。うん、ちゃんと任天堂スイッチでもアミーボを発売するのかなというのが、なんとなく、させられましたね。うん。させられたっていう言葉が正しいのかがね。なんとなくわかりましたね。うん。あ、出るんだっていうことが。ということで、とりあえず4つ全部開封していきましょうか。リンクさん、パッケージはこういう感じになってまして、この裏の台紙側はこういう感じの絵になってて、実物はこういう感じ。はい。ちょっとやっぱり立体的になってるから、この平面絵よりかはちょっとこう、ごつい感はありますね、うん。で、横から見るとこういう感じ。鼻が結構出っ張ってるねっていう。あ、結構やっぱリンクさん鼻高いんですね。そういうのがなんとなくこう見えてきますね。うん。ということで、じゃあ開けましょうか。開けたよいしょ。はい、出てきました。重い。結構重い。結構な重厚感。なんならウルフリンクさんが重いんじゃない？重いな。重いわ。ピクセルだから結構詰まってんのね。結構詰まってるが重いっす。見た目はこんな感じになりました。いかついな。目が一個っていう。目が緑っていうね。いかつさが。ちゃんとこの耳のこの尖った感じもね、ドットで表現されてます。足がこうちょっと宙に浮いてるっていうことですね。足が人マス分しかないので、足人マス分しかないので、ドット絵で描くと、ちょっと宙に浮いてるという感じでしょうか。裏側はこういうふうにちゃんと剣になってます。剣はこれやっぱ1ドット分ですね。剣1ドット分。はい。縦はこう2ドット分ぐらいあるかな。うん。そんな感じの構成になってます。ドットマリオさんのアミーボが出た時に、ドットマリオのアミーボ欲しいなーって思ってたんですけど、ちょっと待ってて、こっち買ってよかったかなって思います。こうなるとやっぱドットマリオも欲しくなるけど、この重さ、この重厚感とね、この出来、いいんじゃないですか、これ。こんな一気に4つ開けることなんてなかなかないからね。眼福ですね。個人的な眼福です。いやー、買ったねっていう感じが出ますよね。アミーボ4つ買ったぞっていう。続いて、時のオカリナのリンクさんですね。平面で言うとこういう感じで、実物はこういう感じになっております。はい、ちゃんとオカリナを吹いておりますね。そしてこの裏ちょっと見えづらいけど、ちゃんとね、あのハイラルの盾をつけてます。このハイラルの盾をこう立体で見えるっていうね、喜びがあります。早速上げていきましょう。よし、ここに進みます。はい、こちらになっております。リンクさん引っこ抜きましょう。よいしょ。はい、いかがでしょうか。なかなかいいんじゃないですかね。表情がでも思ってたよりかは、まあこれもう完全に大人リンクですね。大人リンクをモチーフにしていて、うん、思ってたより細い顔してますね。ほっそりとした
顔をしております。なんとなくそんなイメージがありますけれど、もう完全に緑の服を着ておりまして、もうこれはもうマスターソードを持ってますね。マスターソードを持ってます。マスターソードを持った上で時のカリナを吹いている。サリアの歌でも弾いてんのかな、エポなんでも読んでるんですかね、わかんないですけどそういう感じのになってます。ちょっとこう右足をちょっとこう折り曲げた形になってましてね、後ろ側を見るとハイラルの盾ですね。ここら辺の作りもいいですよ。うん。そしてちゃんとこの間にマスターソードを刺してますね。はい、こういう感じになってたんですね、マスターソードと盾の収納方法はそういうところも垣間見えます。はい、ということで時のオカリナのリンクさんですね、うん、オカリナのこの穴まで再現されてるんですよね。でこれが映るかな、穴までしっかりね再現されてます。塞いでない穴が見えますもんね。塞いでない穴までしっかりと確認することができます。そしてこの表情凛々しいですね。はい、こういう感じになっております。リンクさんと続いたから、じゃあ今度ゼルダ姫行きましょうかゼルダ姫、2D 絵ではこういう感じですね、こういう感じの絵になっているゼルダさんのアミーボはこういう感じということでございます。はい、じゃあ見ていきましょうか。はい、ということでこういう感じになっておりますね。ゼルダさんでございます。まずお顔を拝見いたしましょう。こんな感じになってますね、頭のこの飾りまでしっかりと装飾されております。こう眉毛がこう髪の上に乗ってる感じね、うん、ここら辺もちょっとトゥーンタッチになっております。さらにこう後ろへ回っていくと髪がちょっとこうなびいてる感じがね、書かれております。ゼルダさんのこの後ろ姿こういう感じになってますね。はい、ちゃんとここにハイラルの紋章がね、ハイラルの紋章が書いてありのここトライフォースが書かれておりますね。うん、さすがゼルダ姫でございます。いかがでしょうか声が枯れ出すっていうね。いかがでしょうか、これ。いや、いいと思います。これは素晴らしいですよ。この髪のこの裏側まで見れるっていうね。この髪と肩のこの間ぐらいまで見れるっていう。細かく見れていきますね。あ、いいですね。ということで、トゥーンゼルダでございますね。ということで最後ですね。最後開けていきましょう。トゥーンリンクということで、風のタクトのトゥーンリンク。2D ではこういう感じ。そして実物。はい。こういう感じになっております。この 2D だと、ここは塗られてんのね。この口が。ただまあ、ここから見る感じ。口が装飾されてないですね。塗られてないという感じになっております。なのでまあ、よく見ないと、こう立体的に口が、あるっていうことはね、分かりづらいかなという感じではありますけど、じゃあ開けていきましょうか。はい、ということでトゥーンリンクでございます。はい、トゥーンリンクでございます。こういう感じになってますね。やっぱ風のタクトなんで風がやっぱ吹いてくると。ゼルダさんもそうでしたけれども、ゼルダさんとはちょっと向きが違う風が吹いてますね。うん、で、タクトを振っておりまして、タクトでこう風がね、なびいていく感じ。非常にいいんじゃないでしょうか。そしてトゥーンリンクのこの猫目感。
猫目感も素晴らしい。はい。で、緑の服を着ており、服も、服の裾、なんですか、裾？裾っていうのかな？のところもね、風になびいております。そして裏へ返すと、はい。これもちゃんと剣と盾を持っておりますね。はい。しっかりと、ここもできております。タクトも振りながら剣も持っています。ちゃんとした状態ですね。まあ、トゥーニークとしては、風のタクトもそうですし、あとはその後も、雰囲気、絵のタッチ的には、うん、不思議の帽子も近いですね。うん。があったりとか、あとは、無限の砂時計、さらには、大地の汽笛。こちらの DS 系のゲームもね、トゥーンリンクが採用されましたけど、そういったキャラクターたちにも、近い、装飾ができてるんじゃないでしょうか。で、まあ、さらに言うの忘れてましたけど、この台座の部分もね、ハイラルのマークが、紋章が刻まれております。これも、ゼルダ伝説30周年シリーズのアミーボだけのこの装飾がされてるってことですね。はい。ということで、とりあえずこの4体、すべてのアミーボを開封してみました。はい。ということで、三脚を変えてみました。といった感じですね。とりあえずこの4体のアミーボが並んでおります。並べてみると、こういう感じの絵になるということですね。いや、いいなぁ。いいなぁ。そう、後ろのその、キノピオさんもね、しっかり映るっていうね。この絵、なかなかいいんじゃないですか。ちょっと、一つの、カットで、ワンカットで収まるようにしましょうか。ほら、ピントが合うと余計いいなぁ。余計いいなぁ。いい絵が撮れました。これ、いい絵。これ4体買わないとこうならないからね。いや、なかなか絵でございます。だいたい1体1200円なので、4800円。まあ、約5000円ぐらい。もうソフト1本ぐらいのお値段がかかります。この4体買うのにね。まあ、お金はかかりますけれど、最新作も楽しみで、こう30周年なんとか、こう盛り上げていきたいなっていう、ね、思いもありましたんで、思い切って買ってみました。背景のキノピオさんが邪魔だな。邪魔だな、あいつ。ガヤガヤですね。あいつおるとガヤガヤですね。いいんじゃないですか、この感じ。そして、まあ、ウルフリンクさんもいますからね。ウルフリンクさんも並べると、こうなりますね。ウルフリンクさんも入れると、こうなる。いや、いいんじゃないですか、これも。ずっと絵の自画自賛です。こんな絵なかなか撮れないですよ。いや、いいじゃないですか、この絵。ちなみに、このウルフリンクとこう並べてみますと、わかるかな、この感じ。このね、台座の刻印？台座の刻印がね、ちょっと薄くなってるんですよ。あー、カメラではちょっと伝わらないかもしれない。カメラでは伝わりづらいけど、刻印がね、肉眼で見ると、やっぱウルフリンクさんの方が、ライザーが濃いんだよね、色が。ハイラの紋章が見えやすいんだけど、これちょっと、時のオカリナさんのリンクの方がちょっと薄めになってますよね。ちょっとだからこっちが濃い灰色で、こっちが薄い灰色みたいな感じになってます。まあ、光の当たり方でどっちが濃いかとか見えるかもしれないですけど、僕はこうやって今、肉眼で見てる感じで言うと、薄いです、こっちの色の方が。うん、薄い灰色になってます。とりあえず、ゼルダ伝説30周年おめでとうございます。そして、ブレゼス・オブ・ザ・ワイルド、楽しみですし、ニンテンドースイッチも楽しみでございます。来年には何らかの詳細が発表されるんじゃないかなという思いで、今年はとりあえず、この30周年を締めくくりたいなと思います。うん、まあ別に30周年まだ続いてますから。何らかのね、書籍等々も発売されるでしょうけれども、とりあえず今年に関してはこういう感じでアミーボは発売されて30周年の、その2016年が終わるというわけですね。いやーもう年の瀬感が急に出ちゃいましたけれども、こういった感じの、アミーボでございました。はい。ということで、2017年も楽しみな30周年でございます。
ということで、今週はここまでしたいと思います。今週今週今回はね、うん、今回ここまでしたいと思います。箱開封動画、4体のアミーボ開封でございました。ということで、長い間ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。